はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、楽天モバイルを契約し、サブ回線として利用して良かった6つのことということで、今回は楽天モバイルについての動画ですね。この動画では僕が楽天モバイルをサブ回線として利用して良かったことをまとめました。もしですね、メイン回線ではなくて、サブ回線として利用されることを検討されている方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということでね、こちらは僕が今使ってる通信環境を簡単にまとめたいと思うんですけども、まずメイン回線は iMobile、そしてサブ回線に楽天モバイル、自宅の固定回線に関してはソフトバンク光を引いてるっていうことで、ちょっと前はね、お伝えしたことがあったんですけども、まあ、今回はこちらのサブ回線、楽天モバイルについてピックアップをしております。まあ、ここからはですね、僕がこのサブ回線として楽天モバイルを契約して良かったことを、まあ、体験談を交えながらですね、6つにまとめましたのでお伝えします。まず1つ目なんですけども、メイン端末がこ 壊れた時ということでこれねまあ実際に僕もね最近ちょっとツイッターにもアップしたんですがまあ、いつものようにですねのんきに深夜にですねまあ、ツイッターをポチポチしながら色々見てたんですけどもまあ、そんな時にですねまあ、とあることが起きましていきなりですねそれがきっかけで iPhone が使えなくなってしまったんですよねえなんでっていう風に思ったんですけどもまあ、その時の画像がこちらなんですがなんでかわかんないんですけども僕の iPhone の画面に 縦の緑色の線みたいなのが入って、一応使えるっちゃ使えるんですけども、まあうまくね操作ができなかったりとか、画像が開けなかったりとか、アプリが開けなかったりとか、もう本当にね、なんかもう必要な動作が全然できなかったので、めちゃくちゃ不便だったんですよ、この日。で、一応その時にですね、まあその場しのぎで、 まあ僕一応楽天モバイルの楽天ミニを使ってるんですけども、これがあったおかげで、まあなんとかね、まあ電話ができたりとか、まあツイッターができたりとか、あとは YouTube の情報を確認したりとか、必要最低限のことがまあ使えたので、あこの時に、ああほんとサブ回線あってよかったなというふうにはすごい痛感しましたね。もちろんね、日々大事に大事にね、メイン回線とかスマートフォン大事に使ってる方はこういったことはほとんど起きることはないと思うんですけども、僕もね、ほとんど落とすとか、 画面を割ったりとかあととととかかあななくすすこほんんどないんですけどいでけもまさかね、こういったことが急に起きたので、まあ、なんとかね、この端末があったおかげで、まあ、後日、まあ、こちらの今右側に出てる iPhone 12をですね、購入しまして、その時にですね、ビッグカメラに事前に電話をして在庫はあるか確認して、もちろんそれは楽天ミニで電話して、で、在庫がありますよということで、まあ、無事にね、購入することができまして、その日はなんとかね、その場をしのいだっていうことで、まあ、ほんね、メイン端末が壊れた時に、サブ端末 使って良かったなっていう風なのは思いました。まあ、こういったこと初めてだったんでね。個人的にちょっと驚いてるとこではあります。続きまして2つ目ですね。こちらバッテリー切れを回避ということで、まあ、例えばなんですけども。まあ登山をしたりとかね。まあ、旅行に行ったりとか。 まあそういった場合にですね、まあ急にバッテリーが切れることってないですかで、大体そういう時に限って、うわ、モバイルバッテリー忘れたとか、まあ今のね、時代の傾向的には、まあある程度の方がモバイルバッテリーを携帯してることが多いと思うんですけども、まあそういう時に、あ、サブ回線、サブ端末があれば、まあ緊急時には役に立つかもしれないということですね。まあずっとね、カバーにモバイルバッテリーを忍ばせておけば特に問題はないんですけども、あ、この日にこれに連絡しないといけないとか、この日この情報を確認しなければいけないっていう時に、そういった端末 があればまあ役に立つのかなというふうにも思いました続きまして3つ目ですねこちらデータ通信量を実質補填ということでこの括弧補填って書いてるのは僕が漢字に弱いからとりあえず振り仮名をつけておりますまあ、今使ってるね僕のメイン回線がこちらのワインモバイルということなんですけどもまあ、実際のねまあ料金プランがこちらなんですが今契約してるプランがこの m プランということで高速データ通信容量として月に15ギガバイト まで、使うことができます。ですけども、まだ今のところ経験はないんですが、今月 15GB 持たないかもという時がですね、あったら、まあ、こちらの楽天モバイルでそのデータ通信量を実質補填することができるっていう感じなのかなというふうに思います。今月から新たに始まった楽天アンリミット6ですかね。こちらの新料金プランの特徴として、1GB までならなんとね、0円で持つことができるので、まあ、使わなかっても全然0円で持つことができるっていうね、まあ、脅威の料金プランなんですけども、まあ、3GB であれば、 九百八十円、二十ギガバイトまでなら千九百八十円で、二十ギガバイト超えても、どれだけ超えても二千九百八十円っていうね。まあ、そこがね、この料金プランの強みかなということになるんで。 もし万が一、まあ、さっきみたいな 15GB 持たない時に、まあ、ちょっとでも補うために、まあ、例えば僕の場合テザリングでね、使うことが多いんですけども、そういった方法でも利用することができるのかなというふうにも思います。まあ、それにしてもこの、どれだけ使っても2980円でちょっとえげつないですよね。まあ、税込みだと3278円となっております。続きまして4つ目ですね。こちら、不安定な電波を補うということなんですけども、まあ、これは実際には、やっぱメイン回線は何に使ってるのか、何を使っているのかによって変わってくるかなと思います。 ま僕はね、普段はキャッシュレスとかポイントとかを特化してお伝えはしてるので、あまりこういったスマートフォンとか、まあ電波状況とかそういったのには詳しくはないんですけども、僕が使ってる Y モバイルはソフトバンクの電波を使ってるという風に言われてるので、特にね、通信の不安定なとこではないんですけども、もしメイン端末が格安 SIM とかだったら、時間帯によってはちょっと回線が遅かったりとか、まあそういったこともあり得るかもしれないので、それをね、この楽天モバイルで補うこともできるのかなという風にに思います。まあですけども、むしろ楽天モバイルが不安定な 安定な時もたまにあったりするかもしれないのでまあ、一概にね楽天モバイルの回線がめちゃくちゃいいっていうのもまあ、今後改善される可能性はあるのかなという風にも思います次5つ目紛失したら探せるということでまあ、これはねサブ端末ならではのまあ特徴かなと思うんですが例えばですね使ってる環境が僕の場合で例えるとメイン端末がワインボバイルの回線なんですけども iPhone で今使っておりますでサブ回線として楽天モバイル楽天ミニかっこ n d r o i d こういった場合なんですけどもまだ僕自身はなくし したことないんですがあらやゃーってなって iPhone なくしちゃったということがあった場合そのった時にまあどうやって探そうという風になると思うんですよまあ、いろんなね、探す手段たくさんあるんですけども例えばサブ回線サブ端末を持っている場合ですねこの僕のこの楽天ミニでここにも出てるような Apple の iCloud.com っていうインターネットのサービスがあるんですけどもそこでですね自分の Apple ID とパスワードでログインをしますそしたらですね誰々さんこんばんはということで Apple ID で登録しているお名前 前が出てくるんですけどもその中でも ここの iPhone を探すっていう項目があるので、ここをタップしたら、今自分の端末がどこにあるのか。ま、この設定をね、消えた iPhone が設定がオンになってれば探すことができるんですけども、それで地図が出てきて自分の iPhone がどこにあるのかっていうのを見つけ出すことができます。ま、もちろんね、これはサブ端末以外に限らず、パソコンであったりとか iPad とか、ま、タブレットとか、ま、そういったものでも確認することができるので、一応便利なサービスではあるんですけども、もしね、メインとサブ回線、ま、それぞれいろいろ分けて使うのであれば、こういった方法で端末を探 探すこともできるっていう風になっておりますまあおそらくね僕ちょっとあんまり Android のことについては詳しくないんですけども Android でもまあこれに似たようなサービスがあればね同じように探すことができるのかなという風に思いますもし詳しい方はぜひコメントいただければなと思いますそして最後6つ目なんですけども試せるっていうところなんですよねこれは正直まあ、楽天モバイルだけに限るんですけども楽天モバイルはですね もうすぐリミットなんですが、4月7日まで契約をすることで1年間無料のキャンペーンっていうのが、まあ、絶賛開催中というかもうすぐ終わります。まあ、実際のね、ページを見ていただきたいんですが、これ楽天モバイルのこのキャンペーン特典っていう項目が出てきます。まあ、結構ね、キャンペーンについては楽天モバイルいろいろ開催中でございます。ま、いろいろ細かいところは省くんですけども、まず見ていただきたいのはここですね、1年間無料というキャンペーンなんですけども、クリックしてみると、まあ、こちらのページが出てきます。楽天アンリミット5または楽天アンリミット6をお申し込み キャンンンペーープラ料料金1年間無料ルールとということで、まあ、色々出てます、まあ、ポイントとなってくるのはここですね。お申し込み期間なんですけども、まあ、ウェブ上ではすでにキャンペーンは開始されておりまして、ここ、2021年の4月7日水曜日23時59分までとなっております。なのでね、この動画をアップするのがおそらく4月の6日、6日だと思いますんで、 次の日の23時59分までとなってますんでまあ、契約検討されてる方はですね結構急ぎがいいかなと思いますで、楽天モバイルの店舗でもできるんですけどもその場合は4月7日の水曜日の閉店までとなっておりますなのでちょっとこれもね一応7日ではあるんですけども店舗とウェブでそれぞれ違うのでちょっとここら辺は気をつけておかないといけないなという風に思いますで、この料金プランの特徴としたらご存知の方も多いと思うんですけどもプラン料金が開通日から1年間無料ということでまあ、僕がね今使ってるのがこの1年 1> 1年間無料のキャンペーンで使ってるっていうのもあるので、まあ、基本的にねお金は払ってないんですけども,も正直ね楽天モバイルを試しに使うならここら辺がかなり魅力的かなと思いますでそれに加えてこのユニバーサルサービス料が開通日から1年間無料なんでまあ、実質ね本当無料で楽天モバイルを体験することができるっていうことなんですよねで一応対象外の項目とか色々あったりするのでまあ、ここら辺も見ていただいたりですとかそれに加えてねこちらも絶賛開催中でございます最大25,000ポイント還元キャンペーンということで まずこの楽天アンリミット6を申し込むことによって SIM を申し込むことで誰でも5000ポイント楽天ポイントがもらえます。もちろん iPhone の方でも OK ですし、スマホを一緒に購入すると最大2万ポイントまで還元されるっていうキャンペーンも開催中ではあるんですけども、一応ですね、まぁいろいろラインナップが出てます。どういったものがあるのかとか実質これぐらいの料金になりますよとかいろいろ出てるんですが、まあ、このね、 キャンペーン自体が劇的に本当に人気なとこでもあるので、例えばこの、OPPO の端末なんですけども、現在入荷待ちであったりとか、こちらの a c o オ s の端末であれば、一応在庫はまだあるっぽいです。ですけども、僕が使ってるこの楽天ミニですね、1円ということで出てるんですが、これはね、ほんと今出てるように、ご好評により、現在 Web 申し込みは、在庫ゲれですということですので、Web 上ではまあ在庫ないと、まあどこ、ショップに行ってもあるかどうかわかんないんですけども、こういったこともあったりするので、 ま、そこら辺を考慮した上で、端末を購入するのもありかなと思いますし、ですけども、ま、とりあえずね、この SIM だけ申し込んでおいて、ま、端末は、ま、別で購入するとか、対応してる端末があれば、そういった方法で使うっていうのもありなのかな、というふうに思います。 ということで今お伝えしたことをまとめるとこんな感じですね。メイン端末が壊れた時にサブ端末として使っているともしかするとどこかで役に立つかもしれないと。まあ、これはね、本当いつ起こるかわかんないので僕も先ほどお伝えしたようにメイン端末が壊れることってほとんどなかったんですけどもああいったことが起きた時にまあ、緊急の連絡を取る時とかにやっぱり普通もう一つの回線があってよかったなというふうにも思いました。で、二つ目のバッテリー切りを回避に関してはまあね、モバイルバッテリーを持っておくのが一番いいんですけどもそうじゃない時に 緊急な連絡とかを取りたい時に関しては、サブ回線があった方が便利かなと。で、データ通信量を実質補填ということで、まあ、これは僕自身が結構こういった方法で使ってるので、まあ、外出先とか、楽天の回線のエリアとかで入ってる時に、テザリングで使って、 ま、パソコンとかスマホとかタブレットとかそういったところに電波を飛ばすっていうのも結構いいかなと。で、四つ目の不安定な電波に関しては、面回線をどこで使ってるかにはよるかなと思います。まあ、今もね、楽天モバイルは若干ちょっと不安定なとこではあるんですけども、今後の電波状況改善にすごい期待をしたいとこではあります。で、五つ目の紛失したら探せるっていうのはね、まあ、先ほどお伝えしたような方法で iPhone の場合は探すことができると。で、最後六つ目、試せるっていうのは、もう期間はもうすぐで終わるんですけども、まあ、試しにね、楽天モバイルにちょっと触れてみたいなっていう方は、 まあ、端末を購入しても実質ポイント還元されるとこではあるんですが、まあ、シムだけ試しにね、契約をして、まあ、僕自身はやってないんですけども、まあ、デュアルシムっていうね、方法もあったりするので、まあ、そういった感じにね、まとめて使っても全然ありかなというふうに思います。まあ、他にもね、まあ、サブ回線のメリットって色々あるかなと思いますんで、もしね、何か思うことなどあれば、まあ、コメント欄にね、ぜひ書いていただければなと思います。まあ、そんなこんなで今回は、楽天モバイルをサブ端末として良かったこと6つについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。 ほんとね、もう僕も楽天モバイル使って半年以上ぐらいもう経過はしてるんですけども、まあ、今の僕の生活的には、まあ、手放せないような状況になりつつはあったりするんですよね。っていうのも、まあ、これね、また今度動画にしようかなと思うんですけども、使ってるワンモバイルの端末が、まあ、電話かけ放題とかではないので、正直電話を楽天モバイルでずっとかけてるっていうのはあったりするんですよ。なので今後もね、正直、この1年間無料のキャンペーン以降も楽天モバイルをそのまま使っていこうかなというふうに思っております。まあ、あとはね、楽天市場の SPU とか 持ってるだけでプラス1倍とかにもなるんでそこら辺も結構大きなメリットかなという風に思いますんで今正直今の段階では手放すことは考えてはないですねまぜ、あ、ひですね楽天モバイルの契約を検討されてる方いらっしゃいましたら概要欄にですね公式のリンク貼っておきますんで詳細気になる方ぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました楽天モバイル